エクリプス級巡洋艦は、イギリス海軍の防護巡洋艦の艦級で、イギリス海軍では二等防護巡洋艦に、類別していた。本艦は、イギリス海軍が、自国の通称オロホモと植民地警備を主任務とする、小型の防護巡洋艦として、アストーレア級を大型化した設計で建造された、クラスである。本級の武装と防御を示した図。未だ保船時代のデザインが、 色濃く残る時代のイギリスらしく気品ある印象を受ける。船体は朝鮮主労型船体である。水面下に昇格砲を採用した。その性能は 45.4kg の砲弾を最大行角20度で 13,350m まで届かせられ、射程 2,740m で原則走行 51mm を貫通できるとされた。方針の不行。 砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。砲身の上下角度は、行角20度、深くの7度で、左右の旋回角度は、甲板上に配置したものは300度、減速配置のものは160度であった。発射速度は1分間に5から7発と速かったであった。他に、耐水来艇迎撃用に、 アームストロング 7.6cm 単装速射砲を単装砲がで計14機近接戦闘用としてこの時代の軍艦に広く採用されたフランスのオチキス社のオチキス 4.7cm 機砲を単装砲がで3機装備した対艦攻撃用に 45.7cm 水中魚雷発射管2機をしていたありがとうございます